どうもトモハッピーです。どうもトロピー大塚です。そうだ、気づいたんですけど、ハレリアコンバット始まって今まででね、ハレリアコンバットで僕とね、大塚くんやんの初めて。確かにそうですね。今まで初めてだ。イエーイ。お願いします。で、動画出んのが初めて、カッティと一緒の動画出んのが実は2回あって、僕ともハッピーのチャンネルの方で2回大塚くんも出てるんで、ぜひねこっちのチャンネルもよろしくお願いします。そういう宣伝、宣伝かしこまって宣伝していくっていうね。はい、まあいいんだけど、今日もお題は何デッキだよ。今回は僕がゾンビデッキで、斉藤さんが忍者。忍者斉藤さんといえば忍者だって。今回ね、ハレリア動画チームの方で用意してくれたデッキなんですけど、おお忍者、新しいカードいっぱい入ってる。モダンホライゾンで結構忍者がいっぱいあって、忍術持ってるカードがいっぱいあって、それのデッキということで。ちょっと俺の好きな深き時の忍者入ってないじゃん。いや、それよりちょっと強いカードがね。そう、深き時の忍者のね、上位互換が、はい、上位互換入ってます。まあ、色もうちょっとかかるんですけどね。はい、さっき見て驚いた。あのカードめっちゃ強いのに、あいつの存在価値なくなっちゃった。あんまりもしかして、いや、どうなんだろう。まあ、青黒っていうのが必ず必要なんで、俺がね、俺がね、どれぐらい忍者好きかっていうと、これ見てください、これ。はい、はい、これ、スペイン語とね、ポルトガル語でしかないサルバットっていうバージョンの世にも珍しい深き時忍者の白枠。おお、これすごいの、ユーログレーディングの鑑定の8、はい、PSA さんごめんなさいね。これプレゼントでもらったんですよ。大口のお客さんにプレゼントでもらって、これをプレゼントでもらうほど俺忍者が好きやねん。まあそうです、結構有名ですよね。深き時の忍者が好きで、はい、まあ忍者自体も好きだから、別に今回はじゃあちょっとギャラリー勤めてもらって、深き時の忍者ね、ギャラリーで横に見ててもらってこれ戦います。はい、いいですか、忍者フィールドで戦ってもらって特にゲームに効果を及ばさないんだけど、プレイヤーのモチベーションがちょっと乗ってくるから。なるほど、了解です。ゾンビのなんかある？あ、ゾンビは置いてもいいよ。置いてもいいよまあ今回のあれですよね、趣旨的にはそのモダンでさ、まあ、そのトップティアのデッキっていうのも当然強いけど、まあ、メタられちゃうし、その自分の結構好きな種族とか好きなデッキ使ってても、マジックオンラインの最近5-0した珍しい種族デッキ2つっていう感じでね。そうですね、はい、今日は最後はちゃんとまとめて対決いくっていうね。モダンかなりいろんなデッキあるんで、いろんなデッキも紹介したいなみたいな部分もあります。じゃあというわけでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずいきます。6、8、はい、先行。はい、どうぞ。チェックします。先手必勝お願いします。お願いします。気合がバリバリで勝った、まあ、初手で勝利宣言されてしまった。とりあえずじゃあ僕からまあ違って、まあいい感じのバランスの手段やってると思います。キープします。はい、もう完璧。完璧、ビューティフル。はい、行きます。はい、お願いします。お願いします。はい、虹色の帳簿。虹色の帳簿、これなんか緑の延長と名前似た。虹色の全長か。虹色の全長。虹色の全長だ、似てるやん。虹色の帳簿。絶対歌詞にあるやん、これ歌詞とか曲名にあるやん。はい、関節の島サーチ。ラルクっぽいね。で、青マナから最新のフェアリー。フェアリーの預言者。はい、こいつは出た時に、先日に。はい。忍者じゃないじゃない、これ。そこに。忍者はね、結構他の種族と相性いいんだよね、フェアリーとか飛んでるからね。あと極楽鳥で殴って交換してましたね、僕ね。これもらっとくか。1枚上、1枚下で終わりです。はい、で、沼で、ここは、思考が濃い。マジでやばいな。かなりバランスのいいハンドってことは、そのバランスがいいだけに特定のカードを抜かれると困るんだよ。あ、いやでも結構これもう根強い。いやクワトルむずいな。でもてか全部モダンホライゾンのカードそうだ、今まで使ったカード手札と場のカード全部モダンホライゾンのカードスーパーモダンホライゾンデッキこれ爆誕してたね、マジックオンラインで。さすがにな、はい、さすがにね。アドバンテージ量が違うね。はい、おしまいです。はい、じゃあアンタップ、はい、ドロー、フェアリーの権者でアタック、はい、潰します、はい、16、新緑の近ぼっち作って、はい、関節の森サーチからのあれ、瞬足ですけどいいですか。対戦相手から手札破壊に見られたカード「俊足ですけど大丈夫ですか?」って言われて悔しかったんで誰もゴイフでプレッシャーをしてもらったなんちゃってなんちゃってなんだろう。結構彼もでかいんじゃないか。1234、じゃあ3から3434でけえでかいし、結構こっちもそんないい手札ではない。14で、ワンドローを先にするメリットは忍者が引ける可能性上がるぐらいだ。お、懐かしの保証破り、無敵じゃないみたい。おおちょっとやめてすみよ関節の沼を置いて、はい、思考が濃い。おいおおおやばい、これ買ったんじゃない。16でしょ、はい、ドローの方だな、ちゃんとされたくないな。はい、で、バタック。ここはまあスルーかな。これ10。あれです。はい。いや、ここ結構耐えの時期な感じがするな。ここは楽にしたい。で、はい。で、1枚。エンドに攻撃場のバトル瞬足でドロー。関節土地が3枚あるんで、接種も得てます。強い。まあ瞬足でいいっすよ。ドロー。不足いいね。今回は最初にバトル出します。やばい、2マナある忍者タイムかもしれない。アタックします。はい、とりあえずロックしたら何かありますか。あるね。虹色の眺望で虹の眺望で関節の島を探します。3色以上だといいよね、このカードは、3色の基本土地をサーチできるアンタップ状態のカード、アンタップ状態で出るカードはこれだけかな。で、巧妙な潜入者で忍者コアトル返して2点にコアトルと忍術で交換して3点、はい、じゃあダメージ忍者に交換しました。その後に忍者交換の後にじゃあ効果使って、はい、で、9で、その後3点のダメージ、はい、3点で残り6で、忍者でダメージ与えたんで、巧妙な潜入者の効果でドローします。で、これは誰もに死んじゃいます。はい、で、終わりです出れたらいいか。いやー、このカード遅いんだよな。結構強い、ただ普通にタルムが強い強くねは師匠の自分の小見で判決です。はい、おおおやおやで、7が取って、あとドレインかで、7と14、はい、OK で、打ち切っちゃう出して、これでおしまいですかね。はい、アンタップおしまいです。はい、ドローさっきコア取るドロー職員はい、12個タック全部ダータルモが今34でかいんだよな。じゃあシャドウの効果で1枚捨てて出します。でザッゾミなんで落ちかなり増えたの3倍ぐらい入れて7と11。 これ23なのでかいな2になって結構いいね。そうですね、はい、本体5点あげる5点あげます。じゃあこっちではいはいはいして、残り2終了です。さあドロー負けました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ上げ線ではいします。お願いします。パーが結構身が多くて戦えそうな感じキープします。わ、このデッキ強いんじゃない？どこ引いてもなんかいいカードしかない。最初見た目クソ弱そうですけどね。後手でうっとりしてます。広げてみたら普通にいいカードしかやってなくてキープします。はい、お願いします。お願いします。今からじゃあ2個ぐらいあとちょっと頼りない気するよね。そうですね、戦力的に入れ替えてもいいかもしれないね。最初ちょっといっぱいないといじるときはね。ホジレックの信号最初からハンデスっていうのがカード多いから、こいつだよね。サイドロー、はい、こいつまずい、はい、終わり。いただきます。3個必要だった。はい、19で消滅のこぎ手。はい、こぎ手はね、本当にどうでもいいんだからね。助長多いな。マジックの神様に愛されてる可能性あるな。ドルとしたらいいんだ、これまして後半強すぎる。これやばいね。はい、春もとりあえず賞味期限が短い新聞を先に。ああ、それはね、嫌だった。こいつにしよう、お塩破りにしよう。はい、こいつもどうせ除去対象。3体目は出されると除去れないもんね、むしろね、ドローされたらね。で、基本とチペッチ置いて終わりです。はい、OK。で、まあ、戦利品がの距離、プッシュの方がいいなんで、まあ、プッシュを落とします。はい。プッシュの方が軽いからね。で、待って。やっとくか。じゃあ、プッシュ。じゃあ、たくって。はい。これ、たるの使えるか。じゃあ、2点。黒タンみたいになっちゃった。黒黒。14。で、ウィン2で、おしゃれ。まずいまずい、2アクション出ちゃった。捨てたカードを引いてくるとかなかなか。トロピさん、やりますね。トロピッタ、またトロピッタよみたいな。いい意味でも悪い意味でも使うと、やばいみたいな感じでちょっとまずいな。おハッピーさんは結構ね、軽すぎて後手でかなり軽いいい反応もらったんだけど、トロピーアクションが、トロピームーブが軽すぎてついていかれないんだよね。積極的にいくか。じゃあパルも終わり。これね、致命的な一押しをね、とろぴられるとちょっときついんだけど。あ、ここはスピードで。はい。はい。え、これも2枚の方が。かなりハイレベルなゲームなのか。あれも2枚の方がきついと思うな。これで。で、終了ですね。引けちゃうんだよね。5点は開けましょう。ドロー。したら殴っぺが。はい。アタック。失礼します。だから5点だ。終わりです。キャラが定まんねえな。はい、じゃあエンドに何ドルだ。やっぱ初コンビネーションだからね、いろいろな絡みを試していかないと。ちょっと初対戦まである。まあそうですね。どうしようか。動画対戦は初だからな。56っていうのがすごいクソでかいんだよね。これ今これはいいいね。ちょっと待ったー。お、そこで暗殺者の戦利品。はい、塩の拭いて。はい、じゃあサクッて別に担当乗せます。はい、で出た。 OK。 なるほど、こっちよりカウンターの方がいいね。おしまいです。ドロー。タルもきつい。タルも強い。タルもがなんか全てをいい方向に導いてくる。タック、攻めてよし、守ってよし。ちょっと現在ではタルモゴイフが軽視されてるとこあるかもね。ここでゴイフ2体目終わり。はい、そしてドロー。ダメだこりゃ。キャリオフィーナーさすがに弱く見えるんだけど。か片引きやばい。一体入ればそれでいいみたいな。フックできないのやばいやつ。しかもサイズ小さいからね、もともとね。はい、じゃあ、蹴るいただきます。ブロック、普通にブロック。普通に3点。はい、わかりました。ブロックした。で、G2 で、これだって闇の救済で、X1 なんで、とりあえず飛び出して、ちょっと一旦見分けみたいな感じだね。で、おしまいです。ちょっととか。とりあえずでも厳しい状況は変わらない。あれも2体よりは1体の方がマシ。じゃあ56で引き方。はい。じゃあブロックします。はい。でブロックした後に。はい。して大丈夫か1。でワンドローします。で。それをビターン。で。はい。します。はい。結構賢い。タイプ1。フェアリーの有権者。ああ。空。連結するのにかなり。空。1枚上1枚下。はい。ちょっとプレイ中間違えたけど、まあおおむね変わらない。はい、思考が濃い。それしかない。はい、8。やばいな、これライフ削り損だった可能性。終わり。から。キャリオンフィーダー引きすぎ。やべえ。とりあえず、これ使えないし、ワンドローします。はい。はい。やば。あ、なるほど。これあれか、キャノピーランドだったのか。はい。とりあえずアタックですかね。ちょっとなんか昔のマジックプレイヤーあるあるで通していい？ボディあるあるあるでしょ。ボディボディ選べるからね、マジックはね。クリーチャーで止めるか本体で受けるか。5はい、5って言います。言います言います。それは英語で、海外で今もある。ボディもあると思うけど。はい、ドロー。昔のマジックプレイヤーあるあるでアタックしていい？パンチ普通まあそうはい、ロックするんですけど、ちょっと飛行が止まらないため、はい、OK です。ありがとうございましたはい、というわけでハレルヤコンバットいかがでしたでしょうか。今日はちょっと、はい、忍者の英霊に、忍者のね、新人がやっぱ違った引きを呼び込んだんですやられてしまったんですけど、はい、結構、まあ、もうちょっと工夫した方が良かったかな。ゾンビさ、はい、今のままだと弱いって感じで可能性は全然感じるんだよね、うん、なんか今な23のこいつは本当に面倒くさいなと思ったらたまたま手段階できたからよかったけど、うん、アンデッド・オーガ今な22で、うん、自分と自分のゾンビすべてね、死んだ時にワンドローをついていったようしたら、だから根強いよね。除去デッキとかには結構いけるタイプのアグロなのかなみたいな。確かに種族デッキってクリーチャーをバーって入れると、そのよりシナジーが強固なものになって最大到達点というか爆発力というか上がるんだけど、さすがにちょっと除去入れとこうみたいな今俺が結構有利に感じたのはタルンゴイフが出たからでみたいなとこはあるかもしれない。そういう相性さ、モダンの巡り合いで結構重要なカードの一つなのかも。タルンゴイフ確かに面白い。最近は注目されてなかったっていうのは。そうね、こっちの忍者デッキはでも新しいカードさ、はい、いっぱいで本当嬉しかったこれ。はい、ちょっと今数えてみたんですけど、なんと忍者デッキの方はモダンホライゾンの新規カード、再録カード28枚も入ってましたもうてんこ盛りやばっそれは楽しいわ。はい、ってことでモダンホライゾンでね、始めてみよう忍者デッキってことで、いや違うか、モダンホライゾンでモダンやってみてはいかがでしょうかっていうことだね我々が言いたいのはね、カードショップのチャンネルですからね、まあ、そこはちゃんとやりますよ最後ははい、はい、というわけで今日は僕トモハッピーと、はい、トロピオ塚がお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。